その仮面ちゃんと見えてるんでしょうね。当たり前だ。でなきゃどうして転ばずに済んでると思うんだ。何なのそれは。ダナのものとも思えないけど。知るもんか。昔のことは思い出せないし、気がついた時にはつけていたんだ。俺だって外せるものなら外したいさ。飯は食べにくいし、かゆい時に顔をかけないのも最悪だ。そんなことより、その姿で今まで生きてこれたことが驚きだわ。目を引かないはずないのに。ダナの仲間で気にする奴はほとんどいない。するだけ無意味なんだ、俺たちの境遇じゃな。総工兵は怪しまれなかったの？確かに連中は俺たちの命なんて何とも思っちゃいない。虫の居所が悪かったり怒らせたりしたら命取りだ。だが目立たないようにしていれば大抵は無視される。正直やる気がないように見えることだから、それが目立つだろうって話をしてるんじゃないの。むやみに奴隷を殺してそれで作業が遅れれば結局自分たちが怒られることになるからじゃないかって話だ。その辺はあんたの方が詳しいんじゃないのか。私はスルドの部下ではないわ。ただそうね、300年間変化のない支配の下で兵士も産んでいるのかもしれない。その意味ではこの騒ぎは彼らにとっていい刺激でしょうね。退屈しのぎで殺されてたまるか。テイルズオブアライズ、前回の続きからプレイしていきましょう。飯本当にどうやって食うんだろうな。食べづらいって言ってたけどえ、あのあれかい、隙間からさこう入れんのかい。じゃあ取れるんじゃないの取れないのかな。うー、完全に焼けてんな。それはもともとか。もともとじゃないよな、あの採掘んとこじゃないもんな、ここな。まあでも行動だからちょっと燃えやすいのかな。カラグリア、主人公の顔見えるのいつなんだろう。あれは刑事で見たけどさ。グラニード城、このカラグリアを支配するスルド、リエゾの居城よ。こんな位置から見たのは初めてだ。あの城、そしてあそこにそびえる炎の門、あれこそがまさしく俺たちの打ち壊すべき壁だ。あれがある限り俺たちに自由はない。自由、行くぞ。よし、行ってみよう。あれ、近づくと襲ってくるぞ。これさ、あの後ろからさ近づくとさ、ゴーイ、あ大丈夫か。私の操作モード、操作モード、あ切り替えることができます。はいはい。まあでもセミ、そう、あどれだ、これか、これじゃないのか。L？ ん？まあとりあえずセミオートでやるにして、どうしようかな。シオンちゃんちょっと使いたいんだけど。シオンちゃんちょっと待って、使わせて。操作機、あこれだ。よしよし。おすげえ、あレイズ Z あんじゃん。ちょっと待って待って、レイズ Z もう持ってんだ。ほう、まだまだ上を目指す。お、レベルアップでね、だねーってなったけどよしよし。 SP ってこれ術技とかは覚えてんのかな。新しいのは別に覚えてない感じか。
装備、縄倉、別に特に新しいのはなしって感じか。作戦は別にまああれか、バランスよくでいくか。よし、このまま行こう。うえぇ、全部を相手にしていたらでかくない？弱い者いじめは不可能だが、え、おい、ま、マジかよ。こんな、マジか、真後ろから真後ろまで殴られると思ってなかったな。よいしょ、よしよし、オッケー。一応なんとかなるけどって感じだな。ここ登ってみよう。よしよし、あ、なんかあるね。これは読解石。変わった石だな。そうだね、力を感じる。できるだけ取っていきましょう。持つのは俺だから言ってない、それ。ライフボトル、ああいいね。いいものが入ってたな。物資は貴重だ、見逃すなよ。はい、ま、覚えておく。主人公くん素直だね。これか、ここで一息入れるとするか。俺はまだいけるぞ。お前はそうかもしれんがな。幸い夫の気配もない。休めるときに休むのも生き残る秘訣だ。わかった。ちゃんと気を使えるんだな、ゴリゴリのおじさんなのに。いい人だ。本来は交代で見張りを。思い返す DLC。今回は俺が注意するから心配するな。こんな風に炎を見つめたことはなかった。スキットとムービーが見れますよか。なんていうか、ジルファの教え。ジルファはどうして俺が何者なのか気にしないんだ。してほしいのか。いや、そういうわけじゃ。ただお前は自由に生きるために戦うと言った。今肝心なのはそこだけだ。それに比べればお前が実はレナだったとしても大した問題じゃない。その可能性はあるな。俺が何者かわからないってのはそういうことだ。だがそのレナのシオンとも現に手を組んでいる。ならお前がどっちだろうと同じことだ。全てのレナを敵視しているわけじゃないのか。俺たちは何もレナを皆殺しにしたいわけじゃない。自由のために必要なら武器を取るというだけだ。それに俺たちに賛同しないダナだってたくさんいる。ダナ人の中に敵がいるのか。そうじゃない、味方じゃないってだけだ。10人いれば10人の、100人いれば100人の事情がある。よくわからないな。だったら今はやるべきことだけに集中しろ。だがその時が来たら自分の頭で考えるんだ。いや、やばいな、いい人だなこの人。なぜあなたの手には傷がないの。傷？何の話だ。紅のカラスのダナ人たちは自分でコアを取り除いたんでしょ。なのにあなたの手にはコアも、それを取り除いた跡もない。なぜ。それは覚えていないんだ、何も。本当なの、その仮面、通覚のこと、それに剣の扱いや身のこなし、何もないはずないわ。嘘ついたってしょうがないだろう。俺だって自分が誰なのか知りたいさ。だけど思い出せないんだ。それにそんなこと気にしている余裕もなかった。だからって。お前は俺たちに何もかも話したのか、ジルファ。隠し事をしながらの詮索は嫌われる。ジルファは尋ねないんだな。必要と思えばそうする。実際お前は謎が多いからな。だが好奇心を満たすだけのために立ち入る気はない。何か思い出した時お前にその気があるなら話せばいい。差し当たりそれで十分。シオンめっちゃイライラしてるけど。わかった。
いや、人間ができすぎてるだろ。いいな、早くちゃんと仲間になりたいな。ねえ、あなた、痛みを感じないっていうのは本当なの？まだ言ってんのか、お前。そんな嘘ついてどうする？気になるのか？いいえ、ただそのどういうものかと思って。奴隷としてはいいことと悪いことがあるな、うん、いいのはレナ兵に小づかれてもちっとも答えないことだ。悪いのはそれで怪我をしても自分じゃ気づかないから、下手するとそのまま死んじまいかねないってことだ。し、そりゃそうさ。感じないだけで別に不死身でも何でもないんだ。だけどそんなことすら言われるまで気づかなかった。俺が今生きているのは全部奴隷仲間のおかげさ。こう全員のさ成長につながっていくっていうのはやっぱテイルズのいいとこだよね。メニューとかちょっと見てみようか。 DLC、 あ、 CP 回復ってあるけど、これ、あ、 CP を使って HP の回復ってことか。結構ね、あの DLC とかのアイテムも手に入ってるはずなんだけど、その辺とかってどうやって使うんだろう。もう勝手に使われてんのかな。こういうね、あの料理効果時間2倍とかね、こういうのいろいろ買ったんで金で解決できるものは金で解決していこうみたいな感じなんだけど、まあももちもちじゃねえ。後々ね、使っていけばいいか。休憩で。てか、DLC の販売を休むたびにされるんだな。マスターコアか。なるほど。スルドの兵隊が躍起になって追いかけるわけだ。それが彼女の胸の宝石の名前なのか。そうか。お前は記憶がないんだったな。知る機会もなかったか。お前は俺たちダナが日々何のために働かされているか考えたことはあるか。資源採掘とかじゃなくて、資源を採掘するためだろうとしか。違うの？本当に資源だけが目的ならレナの技術でもっと効率よくやれるはずだ。わざわざ人力に頼るんじゃなくな。いいか、連中が本当に求めているのは資源なんかじゃない、精霊力だ。物や生命に宿る精霊力をあらゆる形で絞り取る。それがこの300年間レナ人がダナで続けてきたことだ。そう、物質からは機械で、ダナ人からはコアを通じて。普通に生活させるだけじゃダメなのか。精霊力は修霊機を経由してマスターコアに蓄えられる。だが何のためにそんなことをするんだ。精霊術を使うためにそこまでする必要があるのか。王を選ぶためよ。王ってレナの王様ってことか。そう、5人のスルドがあらゆる手を使ってマスターコアに精霊力を集める。そして期限までに一番たくさんの力を集めた者が次の王となり、レナ本国に君臨する。それが数年おきに繰り返されるレナのスルドぶりが。要するに俺たちダナ人はレナの王様選びのための生贄で、マスターコアはスルドが力を溜め込むための器というわけだ。冗談じゃない。じゃあ俺たちはそんなことのために死んでいくのか。落ち着け、頭に来てるのは別にお前だけじゃない。でも主人公意思ないしな。前置きが長くなったが、俺が聞きたいのは別のことだ。レナ人のお前がなぜマスターコアを盗んだ。それとあの炎の剣は何だ。あの剣はマスターコアの精霊力が実体化したものね。どうして剣の形を取ったのかは私にもわからない。本当よ。あの剣を使うにはお前の許しがいると聞いた気がするが、
私はマスターコアの活動をある程度抑えることができる。精霊力の供給がなければ剣は権限できない。そういう意味よ。それでお前の狙いは何だ。鋭でもないのに王になろうってのか。全ての鋭を倒すこと。まさかレナ人の口からそんな言葉を聞くとはな。いいだろう。どの道俺たちは戦い続けるしかない。あの炎の剣があればいくらか勝機も見えてくるってもんだ。ただしお前たち二人が揃えばの話だが。いいわ、あなたたちが私に協力するというなら。俺は正直まだ混乱してる。だがまた奴隷に戻るくらいなら戦う。決まりだ。スルドどもを倒すために俺たちは協力する。とはいえまずはビエゾーからだ。いいな。呪いか。急がないと。こういうさ、他の人に言ってないことが多いやつさ、後から辛くなるからやめてほしいんだよな。この先のウルベザクに別の隠れ家がある。同志たちとはそこで落ち合う手はず。俺たちも向かう。お、なんかいっぱいある。何これ。小麦？あ、パン作るのかな。食い物か。おーおーおお。全くね。よし。めっちゃ今。セージ。葉っぱか。葉っぱっていうのもあれだけど。よし。すごい高さから飛んだな。大丈夫か。足やりそうなもんだけど。よし。敵は全然いないな。隠れ家の近くだからとか、そういう感じ？あ、アップル組。よしよし。うえ、なんかいる。あの巨大なはぐれ。今の私たちでは厳しいわ。厳しいのか。あー、そういうことか。エクシリアとかでも、ギガントモンスター系のやつか。ウルベザクが近いぞ。よし、ちょ、小麦回収しよう。おい、戦うぞい。おら、やった。よし、いった。よいしょ。おい。オーケー。いった。まあ、回復頼っても、むちゃくちゃすんのにね、全然いけるな。よいしょ。危ない危ない。はい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 、いった。よしよし。でも全員共通の回復なんだよなこれ。全員共通ってきついな。アルマジロなんだなこれ。よいしょ。シオンが死にそうなんだけど。よいしょ。はい。よいしょ。上げて下げる。オッケー。勝てないのかな。一回行ってみるか。こっちだったよね。無理かな。本当に無理かな。こっちはなかったっけ。上の方に、あ、あれか。あそこに行くんだったら、ここか。キノコ、キノコ。
行ってみるか。何レベルだろう。レベル、あ、無理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 しおんちゃん、しおんちゃん、しおんちゃん、無理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 。行くわよ、もらった。に、20万をこんな一桁台の攻撃じゃ無理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 。マグナレイ。いやいやいや。無理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 。逃がしてくんな。無理かな。頼むよ。マグナレイ。無理無理。でも時間かけたらいけそうなんだよな。めちゃくちゃかかるけどな、時間。行くわよ、もらった。だってこれぐらいのあれじゃん、勝てるよ多分。時間めっちゃかかるけど、でももしかしたらな、なんか HP 半分切ったら行動パターン変わるとかあるんだよね。一回死ぬか。さすがに無理だな。ごめん、逆らってごめんね。こんなはずだよ、勝てるわけがないんだもん。あ、え、マジでそんな直前スタートでいいの。 CP を消費して回復を行い、その場に復帰します。あー、俺はそうなんだ、そういう感じなんだ。はい、ということで、じゃあここで一旦区切って、次回この先からやっていきましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。